ほーい、どもれです。今回ですね、こちら、海賊祭グランドパーティーやっていきましょう。いやー、始まりましたね、グランドパーティー。今回こそは、全勝します。はい。今回こそはしたいですね。いや、前回惜しかったんだよな、正直な。結構いいところまで行ったんですけど、最後の確か15戦目で、ね、ちょっとタイミングミスってしまってっていう感じだったと思うんですけど、今回こそはちょっと全勝目指していきますので、よろしくお願いします。今回ですね、ちょっと編成変えさせていただきました。地属性パーと、白色パーは固定でいくんですけど、今回こちらね、斬撃とプラス、まあ、波&カリーナ入れつつの、力属性ルフィを入れて、まあ、ちょっと火力増し増しでちょっとねやっていこうかなと思います。はい。まあ、ルフィのね、防御効果を無視してダメージを与えるっていう効果を、使いつつ、やはりこれがかなり強いので、これ使いつつ、まあ、こちらのね、ロジャー&ニューゲートの防御効果を無視してダメージを与えるっていう効果、まあ、この2つを使いつつ、まあ、ダメージを与えつつ、で、波&カリーナで相手のね、必殺が飛んでこないように、CT 下げしていきますよっていう、まあ、ものと、まあ、あとは、こちらシャンクスがいますので、シャンクスでこちらの CT を上げて早めにね、ルフィとか、ロジャーのニューゲートの必殺を打てるようにしておくという感じですかね。で、まあ、あとこちら、おでんをちょっといさせていきまして、まあ多少なりと固定ダメージ与えてくれたりだとか、まあ能力の方でね、こちら CT、必殺 CT の溜まる速度アップがついていますので、まあ、これで多少、速度アップをつけつつやっていこうかなと、うん、いう感じですかね。で、まあサブキャラとしてはね、一応私はレベッカ&兵隊さんを入れているという形で、まあそんなにこだわりはないですね。まあ他のキャラとかでもまあ大丈夫かなという形です。で、まああとはいつも通り地属性パの、この5体を固定させながらいきつつ、まあ白色パも、勝率は結構高い方なので、まあこの3パターンでね、ちょっと相手の、まあどうにか2戦もぎ取っていくという形ですね。まあ1戦でも実力で勝てれば、まああとはね、私のそのね、GP バスの方で倒すことができますので、まあそこぐらいですかね。まあ1戦もぎ取れば、何もなしでバーストとか使わずに1戦もぎ取ればもうこちらの勝利という形なので、まあちょっとねそこら辺を見つつやっていきましょう。さあ、ということでこの方とやっていきましょう。相手がまあ力属性パ、自由パ、斬撃パという感じなので、まあこちらはね、まあまず力属性パ、地属性パを当てつつやっていきつつ、まあ自由パのところこちらの斬撃パ、当てていきつつって感じでいきましょう。で、まああとは、こちらの白色パでね、斬撃パ対、相手していくって感じですね。さあ、行きましょう。どうですか。これはね、どうなのかな。まあ、耐久力はね、特別効果で上がっているので、ある程度は耐久してくれるはずなんですけど。さあ、頼むぞ。わ、すごいね。プリン攻撃45も上がってんだ。すごいな。さあ、いいよ。ちょっと削ってってくれ。で、まあ、早めにプリンちゃんが溜まってるので、プリンで、もうこれで全員必殺打てる状況になりましたかね。はい、さすがっすね。で、まあ、早めにもう、こちら、ヤマト打って、はい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 、減らしつつね。オッケー、いいよ。で、続きまして、来たか。貴様来たか。オッケーオッケー。半分ぐらい削られると。で、まあ、ここでルフィ発動してくれる。で、ロー飛ばせると。で、これ、ロー飛ばしちゃうと、多分ね、他の3体が CT 下げされるので、で、なんだっけ、ジャックがね、もう必殺打てる状況なので、タイミング的にね、そう、他の3体を短縮してくれるって感じですね。オッケーオッケー。確定でルフィの CT 下げれるっていうのがいいね。さあ、で、次が、早めにボニーとか、あー、ボニータイミング悪いか、ちょっと。ボニーのタイミングが良ければって感じなんだけど、オッケー、耐えてくれと。ボニーがな、ボニー、あー、タイミング的にちょっと無理か、これ。できればね、ボニーが溜まれば、おー、溜まった、オッケー、最高。これ、ルフィ、オッケー、もう最高ですね。これは勝ったんじゃないか。こんだけ CT 下げできれば、
で、あとこっちの必殺撃っていくって感じなんで、多分いけるんじゃないかな。さあ、ヤマト撃っていく。はい、オッケー。で、あ、キングは来ない。で、ルフィでこれまたロー飛ばしつついけるか？オッケー、ロー飛ばしていく。で、あ、コビ使ってきたね。速攻状態とかか。なるほどね。ってことはルフィ使われるね、これね。そっかそっか。まあ、これはしょうがないか。ただ、ヤマトが撃てるから、ヤマトで2体飛ばしの、確定で1体飛ばしでしょ？これ6体か。これちょっと厳しいか。マジか。速攻使われたのが、きついね。まあいいわ。これ一旦飛ばしましょう。しょうがない、これは。いやいや、惜しかったな、タイミングがな。コビーがな。コビーの速攻がやっぱ厄介だよね、あれね。CT 短縮させつつ、やっぱ速攻にされちゃうんで、ほぼほぼルフィ撃っちゃうんですよね、必殺弾ね。さあ、続きまして真ん中行きましょう。まあ、こちらちょっと見てほしい、編成なんですけど、まあ、斬撃と力パっていう感じで、まあ、力パと言いますか、斬撃ですね、ほぼほぼ。で、ルフィを添えてるって感じなんですけど、さあ、どうなるか。まあ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 、結構ね、やはりこちらのロジャー&ニューゲートとか、ルフィが必殺を打てればって感じなので、そこが打てればね、結構いい勝負にはなるとは思うんですけど、さあ、オッケーオッケー。で、ナミアのカリーナ、こちらが先に打てればって感じなんですよね。オッケー。タイミングはいいね。タイミングは悪くないよ。で、オッケーオッケー。シャンクスで、これ、CT 短縮させつつ、シールド貼れるので、これシールド貼っていきつつ、で、ナミアンドカリーナでこれ CT 下げですね。まあ、これで、ルフィとか、いいね。最高最高。で、ルフィのこれ、防御効果無視ダメージを与えていく。はいはいはい。まあ、ある程度しっかり削ってくれましたね。で、おでんですね。固定ダメと、うん。いいね。で、はいはい。稲妻来る。OK。で、ロジャーのニューゲートが必殺打てる。減らしつつのドン。はい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 。いやー、あとちょっとだったな。ルフィが残っちゃってるな。さあ、ここでゾロ発動してくる。うん。ゾロ発動してくるか。で、これな。これな。ルフィがな、生きちゃってるんだよな。ルフィが飛んでくれたら一番嬉しいけど、ゾロか。ちょっときついね、これね。オッケー、でも耐えてる。はい、ここでサンジ来る。サンジもまあ大丈夫でしょう、ここは。オッケー。で、来るね。これが、オッケー、耐えた。ナイス、耐え。で、ここでルフィよ。で、これで 1.5 ドン、ドン、ドンと。オッケー。あと1体、よし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 。まあ、こんな感じですね。まあ、ルフィとロジャンのニューゲートで減らしつつ、まあ、シャンクスのシールドで、まあ、相手からのこういうダメージとかもちょっと耐えつつね。で、もう一回ルフィか、ロジャンのニューゲートが必殺撃てれば、まあ、相手が結構 HP 高くても、削れるって感じですね。まあ、という形で、いきました。で、まあ、ここなんですけど、ここはね、もう簡単よ。簡単な作業でございます。これね、どうしようかな。もう、ルフィ撃っちゃって、にするか、ちょっと様子見るかですね。どうするかな。いや、まあ、撃っちゃってもいいか、別に。撃っちゃうか。これ撃っちゃいましょう。撃っちゃって、退場させつつね、はい。この2体になるわけでしょ？それはもう相手の耐久性とかはこれ下がってるわけよ。なんで S ホークを倒しやすくなると。はいはい。なので、あとはナミアンド、あ、戻ってきちゃったな。まあ大丈夫か。はいはい。上がってますね。で、撃ってくんなよ。OK！ まだ S ホーク撃ってない。で、ここでハンコックよ。コード封じと混乱、必殺封じ。わあ、最高よ。最高すぎるぜ。で、CT 下げですよ。はいはいはい。完璧です。で、ルフィでこれまた削っていきつつ。うん。
で、チョッパーで耐久回復ですね。で、あとロビン&コアラでトントントンですよ。オッケー、完璧。おっと、でも結構耐久力あるなこいつら。ドロー&サンジ撃ってこないんだこれな。まだ撃たないな。オッケー。ただまあもうこちらの手札がないので、あとはもうこちらが削られるかどうかなんですよね。はい。あ、ハマったね。撃ってくるね多分ねこれね。はい、撃ってきました。案の定撃ってきましたと。撃ってきたら私も撃ちますよと。はい、まあこれでね6体なんで5体は飛ばせると思いますので。おっと、ペルーだけ残ったか。ペルーちゃんが残ったけど、まあまあでもいけるか、2体だもんね。さあこれでちょっと削って、オッケーオッケー。いやいやいや、なか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 な敵でしたよ。まあただやはりこちらの GB バス2回分残ってたんでね、もう2回分残ってればもう負けることはまずないかなっていう感じですかね。さあ、あとはアルフィの必殺技でも打ってくれれば終わりかな。うん、いやまあこんな形でね、私はとりあえず一生どっかでねバースを使わずに倒すことができれば、まあ確定で一キルは一戦はね取れるので、いわゆるこの地属性ルフィはね強いね。うん、いやーまあまあまあ最初の地属性も結構惜しかったんですよね、勝率的には。うん、全然勝てる試合ではあったよね。ただあそこでコビー打たれてルフィがね速攻状態になりつつの CT 短縮しちゃったんで、うん、あれが結構厄介よね。でもまあまあいい線はいったよね、ヤマトでねあれちょっと削ったりとかもあったし。うん、まあ地属性ね、ほんとねそれこそ相手がねこういう力属性とかじゃなかったり、まあ斬撃パとかでなければ、まあ多分ね負けることはないかなっていう、結構自信ありますね自分。自由パとかでも全然勝てますし、まあ即属性パとか技パとかでもまあ結構、通じるね、編成なので、うん、まあ今後もねこちらをちょっと中心に、編成使っていけたらなと思っていますので、まあ皆さんもぜひともね、まあ、もし持ってるよって方は参考にしてみてください。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。